原貴子の夫、高和也氏、ツイッター炎上で劇団を退団処分。心よりお詫び、と謝罪。スピードの上原貴子、36、が、昨年、9月に再婚した、劇作家、演出家の高和也氏、41、が、29日、自身のツイッターで炎上を招いた言動を謝罪し、所属していた劇団、バズフェストシアターを退団処分となったことを明かした。講師はこの昼にツイッターを更新し、この度、私のツイッター上での投稿で、多くの方々に不快な思いをさせてしまったことを、心よりお詫び申し上げます。と謝罪。その上で、私が所属していた劇団バズフェストシアターは、今回の一件を重く受け止め、その責任として、私は、劇団から退団処分を受けることになりました。と、報告した。そして、その処分を真摯に受け止めるとともに、心から深く反省しております。本当に、申し訳ございませんでした。と、謝罪の言葉を続けた。また、同劇団も、この日、公式ツイッターで、当劇団の、脚本、演出を担当しておりました高和也は、本日、5月、29日をもちまして退団となりました。と報告し、この度、本人の SNS での発言におきまして皆様へ大変お不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます。と、改めて謝罪した。講師は、特定のフォロワーしか読むことができない、上原のツイッターが、ネット記事化されたことを受け、14日に、鍵アカウントにして、特定の人にしか見れないはずのうちの嫁のツイートが、週刊誌のネットニュースにさらされて、また、かの大群がうじゃうじゃ湧いてきました。鬱陶しい。実に鬱陶しい。と、ツイート。さらに、匿名の方のコメントには、へでしか返しませんので、とつぶやき、フォロワーと、リプライの応酬を繰り広げていた。そして一夜明けた、15日。実体のない匿名の方々と、一瞬でも向き合ってしまった僕がいけなかった。思った以上に面倒くさいことになってしまい、僕の周りに多大なるご迷惑をかけてしまった。今は自分が子供だったと反省しております。もう二度と皆さんとは、向き合わないので、今後は何を言われても会にならせてもらいます。と、ツイート。その後、騒動に関するすべての投稿を削除していた。上原は全部のイーティキング、天産、去年35、が、2014年に実施し、昨年、10月に講師が上原との再婚を報告。上原は昨年末に男児を出産した。